何の成果も得られませんでした。私が無能なばかりに、ただいたずらに兵を知らせ、奴らの正体を突き止めることができませんでした。ひでえもんだな。まったくだ。これじゃあ俺らの勢で奴らに餌をやって太らせてるようなもんだ。何すんだクソガキ。おい、なんだよミカさん。戻ってこい。ほら、ミカさん、もういいだろ。何すんだよ、薪が散っちゃったじゃねえか。エレン、調査兵団に入りたいって気持ちは変わった。手伝えよ、拾うの。手伝うほどないじゃない。ただいま。お帰りなさい。あら、エレン、今日は珍しく頑張ったじゃない。なんだよ。耳が赤かった。嘘ついた証拠、ミカサに手伝ってもらったのね。あれ、父さん出かけるの？仕事？ああ、内地へ診療だ。2、3日かかるかな。エレンが調査兵団に入りたいって。ミカサ、言うなって。エレン、何を考えているの？壁の外に出た人類がどれだけ死んだか分かってるの？分かってるよ。だったら。エレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ、外の世界がどうなっているのか。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。それにここで誰も続く人がいなかったら、今までに死んだ人たちの命が無駄になる。そうか。船の時間だ、そろそろ行くよ。ちょっとあなた、エレンを説得して。カルラ、人間の探求心とは誰かに言われて抑えられるものではないよ。エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。本当に？いってらっしゃい。ダメだからね。調査兵団なんてバカな真似。バカだって？俺には家畜でも平気でいられる人間の方がよっぽど間抜けに見えるね。エレン、ミカさん、あの子はだいぶ危なっかしいから、困った時は二人で助け合うんだよ。うん。どうした、異端者？悔しかったら殴り返してみろよ。そんなことするもんか。それじゃお前らと同レベルだ。なんだと？僕が言ったことを正しいと認めているから、言い返せなくて殴ることしかできないんだろ。それは僕に降参したってことじゃないのか。うるせえぞ、このヘリクツ野郎。やめろ。来るんだ。バカめ、また来やがった。ぶちのめされてえのか。カモにしてやる。ミカサがいるぞ。ダメだ、ここ行けよ。おう、あいつら俺を見て逃げやがったぞ。いや、ミカサを見て逃げたんだろ。おい、大丈夫か、アルミ。一人で立てるよ。
あ、そうか。それで人類はいずれ外の世界に行くべきだって言ったら殴られた、いたんだって。くそ、外に出たいってだけでなんで白い目で見られるんだ。そりゃ壁の中にいるだけで100年ずっと平和だったからだ。下手に外に出ようとして奴らを壁の中に招くことがないように、王政府の方針として外の世界に興味を持つこと自体をタブーにしたんだ。自分の命を懸けるんだ、俺らの勝手だろ。絶対ダメダメ。そういやお前よくも親にバラしたな。う、協力した覚えはない。で、どうだった？そりゃ喜ばれはしない。だろうね。確かにこの壁の中は未来永劫安全だと信じきってる人はどうかと思うよ。100年壁が壊されなかったからといって今日壊されない保証なんかどこにもないのに。出られたとしても走れない。
わかるだろ。俺が担いで逃げるよ。どうしていつも母さんの言うことを聞かないの。最後から言うことを聞いてよ、ミカさん。やだやだ、この馬車3人とも犯人。子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜカルラ。俺は巨人をぶっ殺してきっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに2人だけなら助けられる。でも今こそ俺は俺の恩返しを通す。シガンシナ陥落。人類に許されたのは祈りと絶叫と死のみであった。そんな中エレンだけがその小さな胸に復讐を誓う。